どうもカーティエイ、カメラつけ忘れてね。なんか今日最近はバイク間乗ってんだけどさ、雨降ったりして飛び行く時とか雨降ったりして撮れないんですよね。今日も、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫か、まあ、今日はボビーじゃないんですけど、今日は車輪に向かってます。久しぶりなんでバイクで行くの、車輪のホットサンドは食いたくなっちゃってよいしょ。今日はフライヤーズに帰ってくることはできるなであろう。ああ噛んでるし、よし気を取り直して、今日は雨が降られず帰ってこられるのだろうか、こう動きたいです。よくわからないですけどなかなかね動画も上げられてないんですけど、すいません、なんかいつも面白い話ができなくてねまあ、かずきチャンネルゆるいチャンネルなんでね、ほぼ走行動画しか上げてないので、ほぼソロ通なんですけどね、まだ僕神戸に行けるようになってよかったと思います。あそこはそこでやっぱりいいですよ行ったことない人がいたらね言ってください。みんないい人たちばかりだと思うんで、今日はね、車輪行って、どうしようかな、親方床屋で、ヒーコーを飲んで帰ってくるか、日立の方走ったか、どっちかな、まあ、その時の気分によって変えます。まあ、今日もノープランっていうのは、車輪は決まって、車輪でランチっていうのは今日は決めたことなんで、とりあえず車輪まで行って。8月も終わりです。8月31日ですね。早いね、1ヶ月ね。どうしようかな、今日はどっから行こうかな、散歩道に通ってるしかねえか。じゃあ土曜日か、今日はもうさ、夜勤とかやってるとさ、曜日感覚がわけわかんなくなるんです。なるね。まさかこんなにさ、仕事がさ、同じ場所で続くと思ってなかったから。まあ、環境はいいんだろうね。まだね、知らない、俺のことあんま知らない人が見てたら、この人、仕事してんのかなって思われるぐらいバイク乗ってます。ただいまの走行距離は、24,787キロです。あと500キロぐらいでオイル交換。いやー、いるかな、俺より走ってるぞっていうやつ、いたら名乗り出てきてください。まあ、何もないですけど、名乗り出てきたから。ただ、俺より上がいるのかなと思って、1年2ヶ月で24,000キロ乗る人って。しかも、通勤とかに使ってるわけではないですからね。通勤とかで使ってない、ただの趣味の遊びだけで24,000キロ。最近はそこまで距離は稼がないですけど、もう買った当初、こいつを納車した当初、もう取り憑かれた名前に乗ってましたからねいや、ハーレーって大変いいなと思ってね。まあ 400cc から大型取って3倍、前乗ったバイクの3倍以上の排気量のやつ乗ったから楽しかったんですよね。顔の広し、この間トトサンライダーっていうパッド、ミルウォーキーのパッドボーイの人の動画見てて、そう、このどこどこ感がいいっていう、うわー、分かりますね。トトサンライダーさんもすげー分かりやすくて、本当いつも楽しく拝見させてもらってるんですけど、登録者が1000人超えてたらすごいなと思ってあんまバイクのこと詳しくないからね、
バイクに関係ない話ばっかしてるからね。まあこいつのカズキボブのカスタムは大体完成になってるんですけど、まあ、結局はマフラーを元に純正に戻して、でシリコンの、うん、北米マフラーだりを入れたいんです。まあ、ビッグラディウスを売っ払えば多分買えると思うんですよね、ヤフオクかなんかでね。5万しないで買ったらね、多分5万円で売れるでしょこのマフラー。10万してるんでね、いい感じに焼けていい音になってるんで。今日は車輪を終わる可能性が高い車輪か親方んち。まあ親方っていうのはね、床屋さんですよ。床屋さんのバイク乗りの人 CB400 ゴールドオブラーってます。乗ってる人、ここは車輪です。いやアクションかもなよ。電池はあんですけど、満タンなんですけど、急に電源切れたりし、取れてなかったよ。ピンってなったのに。電源切れるって音もしなかったよ。ダメだなこれ。いや親方さん家で美味しいコーヒーをいただいてました。まだ買えんのもったいねえなこれ。まだ2時半だよ。ああ里見行ったかんな、こないだな。じゃあ違うルートで、普通に293じゃなくて、あのトンネル来てえな。トンネルどこにあるんだっけ。ああ、リクタリか。まあそんなわけで、動画はここら辺で。縛りがくる。あ、取れてないです、まだ。取れてる。では、こんな感じで、この辺で終わりにします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。それでは、ワンミニ。小さい声。